おはようございます。釣り子 TV です。先日ね、ちょっとお願いしていたあるものが家に届きました。これをね、ちょっと今日開封していこうと思うんですけども、まあね、開けてのお楽しみということで、まずはね、開けていきますね。こんな感じの箱に入って、届いておりまして、はいはいはい。何をお願いしたのかというと、はい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 、こんな感じの箱に入っております。ああ来た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 、はい、じゃじゃーん、コンパクトな、何でしょうかこれって言って開けていくと、マフラーね、マフラーなんですけども、実はこれね、電熱式であったかくなるね、マフラーなんですよね。うん、こんな感じのマフラーなんですが、っていうのもね、先日の小森プロといった亀山ダムのね、兆候なんかもめちゃくちゃ寒かったんですよね。もうね、終日気温が4度ぐらいで、で、もう手がかじかんでねっていうところで、で、そこで実はね、助かったのが、はい。これね、先日手に入れた電熱ジャケット、こういう感じで、着てですね、で、バッテリーが入っていて、で、このバッテリーをですね、こんな感じでスイッチオンすると、もうね、瞬時にあったかくなってっていう、これをね、カッパの下に着込んでいて、だいぶだいぶね、助かったんですね。ただ、結構ね、凍えてしまって、そんな時に、あれもね、頼んでおけばなーって思い出したのが、実はこれ。マフラーなんですよね。うん。この首周りを、こう、しっかり温めつつね、やればさらにぬくぬくできるなーっていうことで、こんな感じの手に入れたんですけども、これは、ここに、こんな感じで、バッテリーをつなぐですね、USB がついていて、で、これ、バッテリーもついてきていますね。この、はい、電池入ってるか。とりあえず電池ありますね。まあ、こんな感じで、電源を入れて、ここにこの温度の表示みたいなのかな、こんな80っていうのがついてますね。まあこれをこうしまえばいいかな。あ、もうあったかくなってきてる。はい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 。これで首周りを、あったかい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 、ぐんぐんきてるぐんぐんきてる。温めながらやればね、さらにいいんじゃないかなと。どうだろう、ね、感じ。おお、家の中だからね、ちょっとね、あったかいんですけども、電熱マフラー説明書ってのがあるんで、ちょっとどう、これすごい早くあったかくなるな。ご使用方法、バッテリーと電熱マフラーを接続する、通電するとコントローラーに80と表示され、発熱が開始されます。コントローラーボタンを押すと温度が5段階で調整できます。具体的な温度は下記の通り。コントローラーの長押し3秒で電源が切れます。使用再開するときは長押し3秒でスイッチが入ります。ご使用中にバッテリーのコントロールボタンを2回連続で押すとバッテリーの電源がオフになります。そして発熱も停止します。バッテリーの電源が入ってない状態でバッテリーのコントロールボタンを1回押すとバッテリーの電源が入り、すぐに発熱が始まりますっていうことで、 DC5V っていうことですね。で、バッテリーは、5000mAh のリチウムイオン電池がついてきてますね。80が高温、70が中高温、60が中温、50が中低温、40が低温ということで、ですね、温度がいろいろ5段階に調整できて、で、お手入れ方法は、お洗濯前に必ずバッテリーを外し、USB のプラスチックカバーをかぶせてください。40度以下の温水で手洗いしてください。ということですね。で、
まあ、乾燥後アイロンなどの使用はお控えくださいっていうことですね。まあ本当シンプルなものなんですけど、こんな感じで、説明書がついてきていて、まあ話は単純シンプルで、わあったかいなこれ。首元ね、ここら辺のなんていうのかな、保温ができれば結構いいなと思って、でこれでこんな感じで、ここが穴っぽくなってるから、こういう感じで、あ、これあったかい。首元のこの首の後ろをね、温めることによって、こんだけじんわりね、なんかこの肩周りからじんわりきてる。まあこれもね、今同時につけてるのが、こっちはちょっと切りますけど、これはね、いいかもしんないね、マフラー。あー、ちょっとね、まだ3月ぐらいまではね、こういうのに頼りながら行かないといけないなと思っていたんで、で、まあこの温度調整がこう5段階でできてっていうことですね。5080ってのが一番暖かい状態みたいなんですけども、で切ったりすることもできてって、まあ当たり前ですが、これね、ちょっとどうしようかなと思ってたんですけど、ね、最近ほんとね、釣りに行くとね、極寒の日に当たることが多くて、でこの手のね、あの電熱ベストだとか、そういったところにね、すごいね、お世話になりっぱなしだなっていう感じなんで、今回はこの首周りをね、ぐっと温めるようなこの電熱マフラー、これを手に入れてみたんで、今はね家の中ですけども、ちょっとね、実際の釣り場の方に持って行ってね、これの感じとかね、レビューできればと思うんですけども、今はね想像以上に、この首のね、この主に後ろ側をじんわりじんわり温めているんですが、非常にね、いい感じね。あー、これはね、ちょっと気になっていたんで、いいなーっていうか、これ発熱しなくてもまあ結構あったかい感じのね、風にはなるんですが、こういうコンパクトなバッテリーを使うことによって、まあこれはちょっと大きめですけど、まあ例えば今こっちで使っているこういうアンカーのね、バッテリーとかでもいいんじゃないかなって、よりコンパクトで軽く接続できそうね。うん、こういう感じで、80って言ってますけど、結構ね、この手のやつがね、ほんとね、素早くあったかくなるからね、ほんとこの時期の、これで朝一番だけね、放射冷却の時間だけ乗り切れば、その後はまあその日の気温とかによってね、太陽が出てくれたりしたら、もう全然集中力マックスにできたりすると思うんですけども、先日たまたまね、もうほんとめちゃくちゃ寒い中で、終日釣りをしたっていうのがあって、追加でね、こんなものも手に入れてみました。まあ冬の時期の釣りね、なかなか釣れないですけども、だいぶ暑いな、一匹と出会ったらね、本当楽しいね、感動の一匹っていう感じの季節なので、もう1月は終わりますけどね、2月なんかも今年はね、バリバリと、釣りの実況の方にもね、行こうと思いますので、まあそんな時にね、こういった、まあ、周辺のね、より釣りを快適にする便利グッズ、ここら辺もいいもの見つけたらどんどん紹介していこうと思いますので、続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り講 TV は、こちらですね、電熱マフラー、これをね手に入れてみたところ、なかなか活躍してくれそうですよというね、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。